Peggy 12.皆さんこんにちは、サイバーコネクト2松山でございます。今回はですねこちらナルト疾風伝ナルティメットストームレボリューションの、ご紹介でございます。まあ、今までずっとねあのシリーズ、作ってきましたけども、我々サイバーコネクト2とバンダイナムコゲームスがタッグを組んだ、この定番タイトルでございます。今までとですね、まあ、その名の通りレボリューションという名前がついている通りですね革新的な、タイトルになってますので、順に、ご紹介したいと思います。まずはこちら、はい。まあ、シリーズね、長いことやってきてますけども、ついに、プレイアブルキャラクターが100人に、なりました。やっぱしね、キャラクターゲームである以上、あのキャラクターが使えるのか、このキャラクターいんのかっていうね、今回もしっかりと最新の、あのキャラクター、ちゃんと、入ってますんで、ぜひ、もう本当ね、遊び尽くすの、すごい大変だと思いますけども、たっぷり遊んでください。そして次、ここね、書いてありますけども、戦闘特化ナルティ、どういうことかっていうとですね、こちらです。今回、バトルシステムっていうものを、一新しました。まあ、なんだかんだね、対戦、アクションゲームになりますので、やっぱ長く、遊んでいただくためにですね、バトルの駆け引きっていうものに、今回、まあ、重点を置いてですね、今まで、一人のキャラクターの中に何でも入ってたんですけども、今回は、三つのバトルスタイルっていうものを、プレイヤーが、自ら、切り替えて遊ぶことができます。なので、一人のキャラクター、例えば、ナルトでも、扇形と、覚醒型と、ドライブ型と、三つのバトルスタイルが選べるようになってますんで、プレイアブルキャラクターが100人いて、三つのスタイルがそれぞれ全キャラにありますんで、まあ、言うと300人の、プレイアブルキャラクターが、それぞれ、楽しめる、内容になっているっていうことです。で、特にやっぱ今回ね、このバトルシステムを作るにあたってですね、まあ我々もサイバーコネクトとずっとね、ナルトゲーム作ってきてるっていうのもあるんですけども、まあ、より、まあ、対戦の駆け引きを高度にね、楽しんでいただくために、サイバーコネクト2の外部から、まあ、いわゆる対戦格闘ゲームに、まあ、精通した方っていうのをね、お招きしまして、まあ、そういった方々と一緒に、ちょっとこう、今回、新しい、バトルシステムを構築することができましたんで、きっとね、まあ、戦略的な駆け引き含め、長く、まあ、楽しんでもらえる、バトルシステムになっていると、思います。ぜひ、触ってみてください。そして、はい。実はですね、これ、シリーズ初なんですけども、今回ですね、ゲーム中の中で、まあ、いろんなことを、まあ、遊ぶと、まあ、こういう、カスタマイズ用の、アクセサリーっていうものがゲットできるようになります。で、これらをですね、まあ、かっこいいもの、かわいいもの、ユニークなもの、いろいろあるんですけども、自分の、好きなキャラクターに、こうやって、まあ、装備させることができてですね、まあ、特にネットワークバトルなんかやるときには、まあ、個性が、より、出る、ようになってますんで、たくさん、この、アイテムありますんで、まあ、全部ゲットするのはなかなかこう大ボリュームなんで時間かかるかもしれませんけども、まあ、ゆっくり、集めていただいて、個性を、出してもらえればと思います。おもれもまいりますよ。はい。そして次、はい。今回ですね、充実の一人用モードということで、忍界舞踏祭っていう、これも実はシリーズ初なんですけども、4人乱戦っていうものを、実現しました。これあくまで一人用モードなんで、プレイヤーが1人で、残りの3人が CPU で、この4人で競い合って、まあ、トーナメント形式で D ランクから、まあ、こう上のランクをどんどん目指していくっていう、まあ、オリジナルストーリーになってて、まあ、今まで、まあ、原作ではちょっと死んでしまったようなキャラクターもですね、まあ、登場して、すべてのキャラクターが、まあ、出てきて、それで、まあ、競い合える、内容になってます。で、もちろんストーリーもありますんで、ここがですね、結構、ボリュームがありまして、まあ、多分普通にね、一人用モードをクリアするだけでも大体20時間とかね、あるんですけど、まあ、やり込みを含めると本当50時間以上の、やり込みが、待ってる、モードになりますんで、結構ね、なんだかんだ、まあ、これ世界中のね、お客さんからやっぱ言われてることでもあるんですけども、一人用モードのやっぱ充実を図ってほしいと。我々思ってる以上に、まあ、対戦ゲームとはいえですね、クリアした後にネットで戦う人っていうのは、そんなに実はやっぱ多くなくて、みんなやっぱ一人でこうコツコツ遊べるやっぱモードの充実を図ってほしいっていうのが、日本人に限らず、まあ、欧米、まあ、世界中の方からやっぱ要望いただきましたんで、今回、我々自身も新しいチャレンジとして、こういう、モードに出させていただきました。そして、じゃん。ですね、まあ、今回アニメーションも、テレビシリーズの、アニメ制作されてますスタジオピエロさんに、まあ、書き起こしていただいた、アニメーションが大きく、3編、あります。暁創生の物語、そして、まあ、作中でも語られることが、あまりなかった、宇宙八死水と、まあ、イタチの、物語、そして、望みの果てにっていうね、まあ、これなんかね、この、
暁と、止水の話に関してはアニメが流れて、バトルやってアニメが流れてバトルやってっていうこれをこう繰り返しながら物語に進めていくんですけども、この2つクリアするとね、これはもうバトルなしでまんまもうなんだろう、お楽しみ用のもうアニメがそのまま流れますんで、でこれもねまたね、まあちなみにこれ3つとも脚本はサイバーコネクト2の方で手掛けさせていただいて、もちろん集英社スタジオピエロ、まあ岸本先生含めてですね、ご監修いただいた、公式な、物語になってるんですけども、この望みの果てにってね、まあまさかのですね生前の、まあミナと、そして、奥さんであるクシナと、このカカシオビとリンのこの3人のまた この絡みっていうのが、今まで原作でもねアニメーションでも語られることがなかったと思いますんで、このためだけに作ったすごくいい、お話になってますんで、ぜひこれ見てほしいです。この2つクリアするとちゃんと見れるようになってますんで、ぜひ絶対見てください。そして次いきます。よいしょ。はい、まあ、今回ですね、まあ、バトルに特化してるっていうこともありますんで、まあ、バトルの中の楽しみっていうのをですね、いっぱい考えまして、今回合体オービっていうものを、実装しました。まあ、基本プレイアブルキャラクターを1人選んで、サポートキャラクターを2人って、まあ、選ぶいつものシステムではあるんですけども、このサポートキャラクターを選ぶときに、特定の組み合わせを選ぶと、ちゃんと一人の奥義が、合体奥義に変化します。これどのキャラクターの組み合わせやと奥義が変化して合体奥義になるのかなっていうのは、まあお客様自らの手でね見つけてほしいんですけども、結構な数、用意してますし、まあ皆さんが大体こいつとこいつ組み合わせたらなんかこう、特別なやつ出るんちゃうかなって思うものは大体入ってますんで、ぜひ見つけてください。はい、そしてよいしょ。はい、メカナルト。このメカナルトっていうのは、まあ、もちろん、原作にもアニメーションにも、もともと登場はしてなかったんです。我々がね、まあ、今回のこのストームレボリューションを制作するにあたって、岸本先生に、原作者の岸本正史先生に、まあ、オリジナルのキャラクターを出して、ちょっとこう物語盛り上げたいんで、なんかちょっと作りたいですっていう、まあ、相談をしたところ、まあ、一応いくつか候補出したんですよ。原作のこのエピソードに出てきた、まあ、こいつの話とかでも、まあ、いろいろ案を出したんですけども、岸本先生からやっぱ、リターンを、いただいたときにですね、まあ、やっぱ、ナルティメットシリーズはやっぱ世界中の、お客さんがやっぱ注目してるタイトルなんで、普通のね、オリジナルエピソードを作ったところで、やっぱインパクトもないし、面白くもないと。もっと世界中がやっぱ圧倒驚くような、オリジナルキャラクターを作ろうよって言ってくれて、まあ、送っていただいたのが、実はもうその時点で、メカナルトのラフと、あと、まあ、多分岸本先生もやっぱクリエイターやからと思いますけども、ゲームで動いた時にはこういうアクションをするとかっていう、結構細かい、まあ、デザインの指示っていうのがですね、ラフでいただきまして、もう我々最初見た時ですね、まあびっくりしましたよ。このデザインでしたから、メカナルトかーって思いましたけども、まあ、ただやっぱこう書かれてることを見てると、やっぱゲームでより、まあ、面白く、なるためのやっぱアイディアとかネタっていうのがすごく書かれてましたんで、我々はちょっとそれに触発されてですね、まあ、ゲームの、モーション、バトルアクションっていうのはもっともっとたくさんありますんで、その間はちょっと我々の方で妄想させていただいて、まあ、メカナルトの設定、なんかも含めてですね、で、まあ、我々からちょっと逆にこう提案をさせていただいたのがこの、メカクラマっていうですね、まあ、ナルトが今回覚醒した後に新覚醒ってやるんですけども、その時にこの、でかいロボットが飛んできてこうメカナルトと合体してメカクラマになるっていうもうスーパーロボットみたいなね、やつをこううちでも設定書かせていただいて、岸本先生にもこんなんどうすかってやると、まあ結果的に OK いただいて、なんでこう岸本先生と我々のこうなんて言うでしょう、こうラリーというかね、そういうのを繰り返しながらまあ誕生した、すごくまあ愛情のこもったキャラクターになっています。で、まあ実際これ彼はプレイアブルキャラクターとしても登場しますし、物語としても登場するんですけども、まあナルティメットシリーズのためにやっぱ岸本先生がね作っていただいたキャラクターっていうこともあって、うちのゲームもまあすごい気合い入ってまして、他のキャラクター以上に実はモーションが多彩でですね、すごく何人分もの労力を使って、生み出されたキャラクターです。で、物語もですね、先ほど、ご紹介しました忍界武闘祭モードの中で、まあ、D ランク任務っていうのが、D ランクっていうのが、まあ、いわゆるチュートリアルなんですけども、チュートリアル終わったらもうすぐこの、メカナルトのエピソード楽しめるようになってます。で、メカナルトだけは独立して進めることもできますので、ゲームを始めて、まあ、割と冒頭で、このメカナルトはエンディングまでさっと、行くこともできますし、ちゃんと泣ける感動できる、エピソードになってますんで、ぜひ、これはね皆さん見ていただきたいと思います。はい、まあ、最後告知になりますけども、まあ、本作レボリューションに関しましては、豪華な予約特典がついてます。これ昔ね、
ジャンプの連載の時に表紙飾った、甲冑の、ナルト、サスケ、サクラ、あと、ナルトとサスケのね、コスチュームが入れ替わった、まあ、ちょっとこういうあのコスチュームなんかもこの5つが、ダウンロードコンテンツとして、予約特典としてついてきます。そしてもう一つ、こちら、まあ、予約特典としてですね、このサニーサイドバトルという、イタチと、まあいや、ほぼイタチですね。ちょっとね、これあの原作にないエピソードではあるんですけども、かなりあの面白い、内容になってます。まああの中盤から後半のあのサスケも出てきますんで、ぜひねこれはね見てね皆さんねお腹抱えて笑ってほしいと思います。でちなみにあのこの、作中で出てくる、あのエプロン姿のイタチもね、ちゃんとあのゲームのコスチュームとして登場しますんで、はいはい。まあざっと、駆け足でお話してきましたけども、まあナルティメットシリーズ、まあシリーズ始めて早もう10年以上です。で、実はね、去年、春に、発売しました、前作にあたるナルティメットストーム3が、まあ秋にバージョンアップした、まあフルバーストって海外では言ってますけども、アップデートの、タイトルも含めてですね、実はつい先日、まあワールドワイド累計が200万本を、超えました。まあ我々の十数年、ナルトのゲームずっと作らせていただいてて、ナルティメットヒーロー、ナルティメットアクセル、そしてストームシリーズってずっと長くやってますけども、まあ、最新作あの昨年のストーム3、ここに来て、シリーズ最高の、200万本っていうものを、達成することができました。なかなかね、続編タイトルってだんだんこう右肩下がりというか、数字が減っていきがちなものだとは思うんですけども、シリーズ長くやってますけども、最新作にして最高の結果を出すことができました。皆さんのおかげです。ありがとうございます。で、まあ今話を聞いていただいた通りですね、ストーム3以上に、我々このレボリューションには、たくさんの、新しい要素、そして皆さんが望むであろうことを、詰め込みました。作った我々としては、ストーム3以上の、手応えを感じてますんで、まあきっとまた世界中のお客さんに、喜んでいただけると思いますんで、はい、そんなナルティメットストームレボリューションですけども、ここ欧州地域での、発売は9月の12日と、なっております。まあ、たくさんの方々にね楽しんでもらえるタイトルになってますんで、ぜひ皆さん発売日に、ゲットして、長く、遊んでいただきたいと思います。それでは、サイバーコネクト2松山ひろしでした。よろしく、だってみよう。